シリカさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ申し訳ないんですけど、僕次行かなきゃいけないところがあって、撮影をお願いできたらなっていうふうに思います。すいません。私が撮るんですか？ボタンとかはちゃんと教えるんで。ボタン教えられても。お願いします。土下座。お願いします。お願いします。わ かりました。じゃあ、よろしくお願いします。反省の意を述べてください。反省の意。この度は、ゆりかさんが上京して間もないにもかかわらず、撮影を全投げしてしまい、申し訳ございませんでした。今日はうずうずの代表の岡本さんにアドバイスをいただこうと思います。岡本さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。練習なんで全然緊張しなくて、はい。やっていきましょう。今どんな業界を希望してるのか教えてください。人材業界だったりコンサル業界、IT 業界に興味を持っているんですが、就活の軸が定まってないので、本当にそこの業界に行きたいかっていうのはまだ未定です。かしこまりました。その中のこの業界で練習してみたいっていうのってありますか？人材業界とかで練習しても大丈夫ですか？了解です。よろしくお願いします。お願いいたします。自己紹介お願いします。立命館大学経営学部国際経営学科3回生の大見ゆりかと申します。大学では立命館大学のチアリーディング部体育会系の部活に入部して、2回生の夏から今年の3月まではカナダに留学をしていました。今は就職活動を行っている途中です。はい、よろしくお願いします。お願いします。面接って何話すかに結構意識がいっちゃいがちなんですけど、どういう話し方してるかっていう、例えば表情だったりとか、そういうところの方がすごく合否に影響が大きかったりするんですよ。いつもすごい表情柔らかいんだろうなっていうのは、緊張してるながらでも伝わってきたので、非常に良かったっていう。これが大体重要な部分の8割ぐらいなんですけど、枝葉のところをお伝えしようかなと思うんですけど、終わり方ですね。終わったんだけど空気流れたじゃないですか。っていう時に、以上ですっていうふうに言うこともできるんですけど、本日はどうぞよろしくお願いします、みたいな感じで言ってあげると、はい、おしまいっていうのが相手に柔らかく伝わるんで、やってみたらいいかなっていうふうに思いました。大学生活の中でもいろんな経験をされていて、すごくいいなっていうふうに思ったんですけど、どこを一番売りにしていくかみたいなところ、並列関係な気がしたんですよ。自分にとっての推しポイントによって強弱つけてもいいのかなとか思いました。例えば留学した時、最初こんな風にあんまりうまくいかなかったんですけど、最終的にはここまでやりきることができましたみたいな感じでされていくと、強くアピールしたいところっていうのをしっかり相手に残すことができて、深掘りしてもらいやすくなるかなと思います。続きまして、自己 PR していただければと思います。私は何事にも失敗を恐れずに果敢にチャレンジするように行動を意識してきました。例えば中学校の頃の合唱コンクールではピアノの経験がほとんどないにもかかわらず、ピアノの伴奏者に立候補したり、高校生の体育祭だと学校創立後初めての女性団長として立候補して名物の応援合戦で優勝したり、大学でも活動に入ったのですが、約9割ぐらいが経験者のチームで成り立っていて、私は未経験者として入部しました。このように私は興味を持っていたら何事にも失敗を恐れずにチャレンジして、これからも取り組んでいきたいと思います。以上です。なんか感じたこととかありますか？自己 PR 自分で話してみて。何個も言ってしまったんですけど、一度 ES に書いたことがあるから言いたくなってしまうのがあって、でも相手には伝わらないかなとは思います。今のポイントすごく重要なところで、書くとそのまま言いたくなるっていう気持ちもめちゃくちゃわかるんですけど、3つ具体例言ってくれたじゃないですか。どこが注目するべきポイントなのかっていうところが分散しがちだったりするんで、エピソードを1つに絞って具体化していくみたいな方が相手に伝わりやすかったりします。挙げてくれた3つともすごく強いエピソードだと思うんですよ。じゃあこの中で何がいいかなみたいなところで考える軸がですね、2つあります。1つはより最近の経験であればあるほどいいです。もう1個の軸は、面接官にすごいねって思われるかどうか、インパクトポイントと最近ポイントを掛け合わせて一番ベストなエピソードを選ぶっていうのが自己 PR の重要なポイントです。どれが一番大きくなりそうですか？大学での部活動の経験かなと思います。ちなみにチェリーディングではどんな成績を収められたんですか？最初の頃は練習にもついていくのが精一杯だったし、上下関係が厳しいところだったので、そういった悩みにも悩まされながら、1年間練習の合間とかオフの日も返上して練習したりとかして、1年後の大会メンバーに選出されて、大会に出場して全国大会への切符をつかむことができたので、変化を残したのかな
かなって思ってます。一個だけポイントを追加すると、話にストーリー性を持たせるっていうのを意識すると良くなるっていうところがあって、最初の部分の本当についていけなかったみたいなところを思い付けて言うといいです。私これやっていけるんだろうかとかって思ったとか、意識的にここを下げてあげて、最後にその全国大会の切符を掴んだっていうプラスになったことを言った時のインパクトが大きく相手の印象に残すことができるんで、より伝わりやすいエピソードになるかなと思います。はい、他に自己 PR を作る上でここ注意しておいた方がいいよとかってありますか？自己 PR で困る人って、自分の強みってなんだろうとか、私ってどんな人間なんだろうみたいなことを考え出しちゃうんですよ。どんな結果を出したかっていう事実から考えると作りやすかったりします。どんな人間かっていうのは別に後からそのエピソードに合わせて作ればよくて、エピソードが事実であればそれに基づく人間性って多分持ってるはずなんですよね。自分の強みがいっぱい出てくるとするじゃないですか、それをどうやって選ぶのかっていうのは何かコツとかありますか？受ける業界とか会社で求められているようなことに置き換えるっていう感じですね。過去に受かっている人の事例とかでこの切り口で攻めたとかってあったりするんで、自分のエピソードとタイトルをそこに一致させてあげるっていうことをすると通過しやすくなったりします。各業界において求められている人物像とかを教えていただいてもよろしいでしょうか？例えば IT 業界とかって変化が早い業界なので、はい、新しいことに臆せず挑戦してかつ結果出せますよって、はい、そういう方が人物像的に適しやすいとかっていうのはあったりするものの、じゃあ本当に IT 人材でめちゃくちゃ変わるかっていうと、そんなに大きく変わらなかったりするんですけど、もうちょっと言うとその業界の中でも会社ごとに求める人物像と変わったりしやすくて、一例で人材業界を挙げるとめちゃくちゃホスピタリティ重視、相手に寄り添っているっていう風な思考性の学生を求めている会社もあれば、成果は成果だっていうとこを大事にしている会社もあれば、両方をバランスよく持ちながらできる人を求めてますみたいな会社もあったりするんですよ。この業界だからこの推し方っていうよりかは、その会社はどういうことを大事にしているのかなっていうので調整していくのが良いかなと思います。なぜ人材業界を志望しているのか教えてください。一番人と深く関われて、関わった人の幸福感を高められるかなと思ったので人材業界を志望しています。私は誕生日プレゼントとかを選ぶのがとても好きで、誕生日の人の日頃の言動からどういうものが欲しいのかなっていうのを自分なりに考えてプレゼントをして、相手が喜ぶ姿を見るのが好きなので、人材業界はより良い人数の幸福度を高めることができるのかなと思ったので人材業界を志望しています。今話してくれたのって、自分がどういうことをしていきたいかっていう自分のメリットをすごく話してくれたんですよ。自分にメリットないことって人はできないので、そこをしっかり話してくれるっていうのはすごく良かったんですけれども、はい、雇う会社側どんな人を欲しているかみたいな目線も入れてあげると、私にもメリットがあるし、あなたにもメリットあるしっていうことが伝わりやすくなるんですね。人材業界だったらどういう部分になるのっていうと、ホスピタリティっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、もう一方でお金を稼ぎ出すであったりとか、サービスを提供する側に変わるんだよっていう部分が入っていなかったのがもったいないポイントだなっていうふうに思いました。他にその志望動機を作るにあたってアドバイスとかあったらお伺いしたいのでよろしくお願いします。はい、大きく3つのポイントがあります。まず1つ目で言うと、志望動機うまくいかない方って、この会社入りたいなと思ったらめちゃくちゃ会社に合わせに行っちゃうんですよ。どっちかというとごますり志望動機みたいな、はい、そうなると自分が主役の就職活動なのに自分のエピソードが入んなくなるんで薄っぺらくなるんですよ。まず最初に自分のメリットを最優先するべきなんですね。2番目に出てくるのが会社側、業界側のメリットを伝えてあげるっていうのがすごい重要なポイントになります。3つ目のステップでそれをガッチャンコして志望動機用で作るっていうよりかは、とにかくどんな人がこの業界向いてるんだろうとか欲しがられるんだろう、自分はどういう仕事をしたいんだろうっていうのを書き出して志望動機にしていくっていう、その3段階で重要な部分って、2番目のところで会社とか業界でどんな人を求めているのって知るのって結構難しかったりするんですよ。じゃあ志望動機で使えるネタってどこにあるのっていうと、一番はやっぱり直接その業界で働いてる人に聞くのがいいんですよ。エントリーシート出すときに何文字以内とかあるじゃないですか。いきなりそこで書き始めて、200超えたちょっと消すみたいな感じでやっちゃったので、そうですね、完全版作ってから200にするんだったらこれかなみたいな感じの方が後々楽になると思います。わかりました、ありがとうございます。面接の時に
に面接官に落とされてしまうんじゃないかっていう不安があってすごい緊張してしまうんですけど、どう対処したらいいですか？実はですね、面接官って落とそうとする敵じゃなくて、受かってほしいって思う味方なんですよ。こう思うだけでだいぶ楽になるんじゃないかなと思って、実際採用担当者っていつまでに優秀な人を何人採用成功させようっていうのが目標なんですよ。なんでできるだけ採用したいんですよ。でも誰でもいいから採用してっていう風になると、採用基準満たしてなかったりだとか、入った後になんでそんな人取ったんだよみたいな感じになるのは怖いんですよね。不安なことを解消したくていろんな質問をしてるんですよ。その不安を解消してあげればいいんだなっていう気持ちで面接に臨んでいただけるとちょうどいいぐらいになるんじゃないかなと思います。失敗談とか話さない方がいいですか？働くとですね、失敗ってめちゃくちゃするんですよ。で、大事なのは失敗しないことっていうよりかは、その失敗をどう受け止めてカバーするのっていうところが見られてる重要な部分だったりするんで、よく見てほしいからこそ失敗した話をあえてして、こうやってその失敗を乗り越えたんです、こういう話し方をすることによって、あ、じゃあ壁に見つかっても乗り越えてくれる人なんだなっていう風に思ってもらいやすくなります。逆に注意点が成功体験の話ばっかりすると、なんか薄っぺらく見えるなとか隠してそうだなっていう風に面接官を逆に不安にさせてしまったりするので、いい意味でしっかり失敗体験を話していくっていうのはすごく重要です。ということで今日は岡本さんにアドバイスをいただきました。双方のメリットを考えてありのままの自分で勝負していこうと思いました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。